皆様こんにちは。ホスピタリティコンサルタントの船坂光弘です。このチャンネルはサービス業で頑張っているあなたを応援するビジネスメソッドをお送りさせていただいております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今日のテーマはこちらです。著書出版記念、部下のやる気を引き出す5つのツボでございます。この度ですね、 PHP 出版様からですね、サービス業のリーダーに向けたマネジメントの本をこの2020年の11月10日発刊、 Amazon や書店にはおそらく11月12日頃ですね、発売される運びとなりました。この本はですね、まさにこのチャンネルと同様にですね、サービス業で頑張っている特にリーダーの皆さんに向けた現場のマネジメントの実践に役立つ本となっております。この動画はですね、その出版を記念して、この著書にもですね、実は、書かれている部下のやる気を引き出す5つのツボについて特別にお伝えしたいというふうに思っております。この動画を最後までご覧いただくとですね、部下のやる気をどうすれば引き出せるようになるかが分かります。そしてリーダー以外の方もでもですね、自分のやる気スイッチがどこにあるのかが分かりますので、ぜひ最後までお付き合いいただきたいというふうに思います。ちなみにですね、以前もお伝えしているように、サービス業というのはですね、労働集約型であってですね、人による労働力が生産性や成果を大きく左右するという特徴があります。したがってですね、部下のやる気によってですね、生産性が大きく変わり、業績も大きな影響を及ぼすということを意味しているんですね。しかし、いくら部下のやる気を高めたくても、部下一人一人のやる気スイッチがどこにあるかが分かっていなければ、部下のモチベーションやパフォーマンスを最大化するっていうことはできないわけです。で、そのやる気スイッチの見つけ方ですね、今日はこれを特別に、皆さんにお伝えしたいと思うんですが、実はそのスタッフの仕事の目的というものに隠されているわけですね。私はよく研修で皆さんにこういう質問をします。あなたの仕事の目的っていうのは何ですか、という質問をするわけですね。そうするとですね、あるウェディングプランナーは、やはり新郎新婦様の幸せな瞬間に立ち会える、この喜びを感じられるのが私のこの仕事の目的です、という方はいらっしゃいます。ある若手チームはですね、将来やっぱり自分の店で店を持ちたい、だからこのホテルで働いているんだ、という方もいらっしゃいます。その回答をですね、こう集約していくと大きく5種類に分類されることが分かったわけですね。この5種類とは何かということをご紹介させていただくと、まず1つ目は、やはりお金、生活のためですね。仕事の目的はお金、生活のため。やっぱりですね、給料を稼がなければいけない、あるいは家族を養わなければいけない、やはりこのお金、生活費を稼ぐためにこの仕事をしているという、こういう回答ですね。で、2つ目がですね、貢献のためです。はい、お客様の役に立ちたい、会社に貢献したい、社会に貢献したい、お客様の喜ぶ顔を見たい、こういうことですね。これは貢献のためにこの仕事をしているという方々ですね。で、3つ目が成長のためです。はい、やっぱり自分自身が今の自分よりもこの仕事をしていることで成長できるとかですね、あるいはさっき の自分の店を持ちたいというシェフのように自己実現、これの仕事をしていると自己実現につながる、こういったところですね。これが自分の仕事の目的ですということですね。で、4つ目は、地位、名誉のためですね。はい、この仕事を通じてですね、出世したい、偉くなりたい、有名になりたい、こういったことが自分の仕事のこの目的なんだという方ですね。そして5つ目が、好きなことを仕事にできるためということですね。例えば憧れの職業、例えば小さい頃にですね、飛行機に乗ったらその CA さんに憧れて CA さんになりたいというふうに思ってこの仕事に就きましたという方もいらっしゃるし、趣味を仕事にできるですね、例えば絵を描くのが好きで、この絵を描くことで仕事をして、で、それが今この仕事をしていることで、それが、趣味を仕事にできているので、それが自分にとっての仕事の目的ですという方もいらっしゃるわけです。で、この5つの回答の中で一番多いのはやはりですね、お金、生活のためという回答が一番多いんですが、少なくともですね、お金が稼ぎたくてサービス業で働いているというのは考えにくくてですね、お金を純粋に稼ぎたいのであれば異業種を選ぶはずなんですね。
したがってですね、お金を稼ぐというのはあくまでも手段であって、その奥に真の目的が必ずあるはずなんですね。で、これらのですね、仕事の目的を各スタッフから引き出せたら、そのやる気スイッチに応じた声掛けやマネジメントを上司であるリーダーである皆さんはしていただければいいということになります。例えばですね、部下に売上向上策を考えてほしいというリクエストをするとします。で、それぞれのですね、今の5種類のタイプのスタッフやる気スイッチに応じた言葉掛け、動機づけを使い分けることでですね、部下のやる気や生産性っていうのが大きく変わるということなんですね。例えば先ほどの貢献軸のスタッフいらっしゃいましたよね、人の役に立ちたいという方々ですね。で、この皆さんにですね、例えば売上向上策を上げてください、あるいは向上策を、出してくださいという、こういうリクエストではなくて、例えばですけど、お客様にもっと喜んでもらいたいんだけど、よりお客様にたくさん利用してもらうにはどんな方法が考えられるかなというふうに言葉がけした方がですね、この貢献軸のスタッフには響きますし、成長軸のスタッフにはですね、売上向上策を上げてほしいという単なるリクエストではなくて、君は接客するだけではなくてこのような戦略も考えることが君の成長につながるから、ぜひ考えてもらえないかなといった方が響くわけですね。というようにですね、各スタッフへの言葉がけや動機づけを変えることでやる気スイッチが入って、最終的には結果につながるということになります。まあ、よくですね、売上上げろ売上上げろって言ってもなかなか響かないんだよねっていう、まあ、上司のリーダーの方いらっしゃいますけども、例えば貢献軸のスタッフにですね、いくら数字のことを言ってもですね、まあ、響かないというのが現状ということになるわけです。つまり部下のやる気を高めるためには、まず一つ目は、部下のやる気スイッチがどこにあるかを見つけることです。はい。で、この見つけ方っていうのは面談の時に聞いていただいてもいいですし、ミーティングの一場面を使ってですね、みんなこの仕事の目的って何っていうことを聞いていただいてもいいかと思いますが、そんなことでまずは見つけていただく。そして見つかったらですね、そのやる気スイッチに応じた声掛けやマネジメントをするということなんですね。この動画ではですね、部下のやる気を高めることについて今回お伝えしたんですけれども、まあ、今回発刊されるですね、本には、組織力について、あるいは人材育成について、目標達成について、リーダーの思考と行動習慣をちょっと変えるだけで成果を生む具体的なマネジメントの手法が書かれております。これからリーダーになる方はもちろんですけれども、新米のリーダーからですね、もうベテランリーダー、あるいは管理職、経営幹部、まあ、会社のリーダーである経営者の皆さんまで、ぜひ読んでもらいたい本となっておりますので、概要欄にも予約購入するための URL を貼っておきますので、ぜひご一読いただければというふうに思います。はい。いかがでしたでしょうか。このチャンネルではサービス業で働くあなたを応援するビジネスメソッドをお送りさせていただいております。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録をお願いいたします。またザ・ホスピタリティチームではサービス業の課題を解決する研修やセミナー、コンサルティングサービスを提供しております。よろしければ概要欄をご覧いただきたいというふうに思います。では最後に、今日もあなたの笑顔でお客様を笑顔にして、貢献を喜びに変えるこのホスピタリティで素敵な一日をお過ごしください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。